が、圧倒してますね。身長で23センチ、はい、体重で40キロ違います。さあこの中村俊輔が新日本叩き上げの選手として高校を守ることができるのか。セコンドには宇野薫、そしてブライアン・ジョンストンの姿も見えます。こちらがブライアン・ジョンストン、トレーナー役を買ってきました。さあ両者をご覧いただきましょう。身長で23センチ、体重で40キロ、その差を跳ね返せるか。中村俊輔ゴングが鳴りました。5分3ラウンド、ヤングジャイアントのルキア対中村俊輔。ノルキアを倒していこうというところですが、ここで、止めてパンチを打ちたいのがノルキア選手で、中村選手はこういうタイミングにならずにタックルで倒したいという、このお互いの攻め合いがちょっと予想できますね。やはりこの体格差を埋めるにはタックルで倒すのは中村の戦法ですか。そうですね。しかもあの胴の方に行くのではなく足首を捕まえるタックルですね、はい、さあこの体勢からノルキアが得意な左を頭に叩き込んでいく。よく見てますね。ああそうですか、はい、中村からしますとこの体勢なんとか逃れたいわけですよね。そうですね。ただ膝蹴りは、避けてますね。避けて、ガードもしてますんで、ロッキー選手がどこでその戦法を変えるかですね。倒そう、無理やり倒そうとするのか、立ち上がって蹴ろうとするのか、その時があのまた中村選手の、次のチャンスになると思いますね、はい、コーナーに押し込みました。さあここからどうなるか。上に乗りかかっていくか。ハーフガードの体勢か、中村がノルキアの上に乗った。暴れアフリカ像の上に馬乗りになれるかどうか。さあ拳叩き込んでいく。ハーフガードの体勢。さあ中村が一気に攻めていくか。意地を押し付けていきます。上に乗っているのが中村俊輔、下がっているのが2メートル11センチ、ヤンザジャイアントノルキア。これは中村としては、はい、マウント体勢に移行したいわけですよね。そうですね。やりながら今見てください。右手でですね、口と鼻を押さえてる、はいはいはい、で嫌がったところに、いいですね、パンチパンチ、はい、こういうですね、かなり嫌がってますね、あれだけの体の大きな選手ですから、自分のペースで動けないと、やっぱりすごくスタミナ消耗しますね。そしてこの小刻みなパンチ入ってますね。これでダメージを与えていきます。アフガードの体勢、中村俊輔猛攻を背負った岡武者。このバーリチュード戦、新日本プロレスからいち早く名乗りを上げました。新日本プロレスの看板を背負ってこのリングに上がってパンチパンチ、上からパンチを叩き出す。ノルキアの顔面にパンチパンチ、はめられる。さあこのコーナーに押し込んでノルキアに対していい体勢を作っています中村俊輔。さあパンチを小刻みにやっていきます。これはノルキア嫌がってますか。嫌がってますね、ノルキア選手はやはりキックボクシングが専門ですね。ですから、はい、ですから返す技術的なものというのはされないと思います。ただやはりパワーの気持ちで形をしっかり逃がさずに長く相手ポジションに入りました。ノルキアのソフト部に膝が入っていく。これは有効ですよね。どんどんして手足を動かさないといけませんね。中村がですね、はい、このバーチュード戦に出ていく、非常に良いですね。
キヤ選手は試合に1つしかなくなっていますから、ここで、あと1つのリードを入れていきたいですね。残り時間10秒を切りました。4、3ラウンド、第1ラウンド。新日本プロレスの若武者、中村慎介が、グリーン車休めている。どうしたんでしょうか。タックル嫌いな時は、はい、やっぱりちょっと対応があるのかなと思いましたが、ちょっとモルキア選手の方がそこで対応が一回遅れて下になってしまったら、もうちょっと当然いそうだったじゃないですか。それで髪がもう奪われ、いい感じでかなり切れられてしまったんで、このラウンドから松田選手にアドバイスになりますね。山崎さん、はい、ご覧になっていてダメージはどうでしょうね。相当やはり顔面への、ね、攻撃が嫌ですね。はい、今中村がですね、休んじゃいけません。どんどん先に先に、自分から動いて、行かなきゃいけませんね。ということは次のラウンドも休まって攻めろと。自分から行かなきゃいけませんね。はい。はい、まだ田中さんいかがでした？お互いにね、対処法は十分研究したと思うんですよ。はい、中村が打撃に対する対処法はジョンストンの守備で一気にやってきましたからね。ノルキアの場合はタックルをまず切る。そこまではきちんと練習した。しかも時間も入れるところまでは行った。はい、ただ寝かされてしまった場合がですね、やはり対処法ができないですよね。もう中村圧倒的有利だと思いますよ。セコンドラウンド、セコンドラウンド、第2ラウンド始まります。ただまあね、この体重差ですから、一発は気をつけなきゃいけませんね。ラウンド2第2ラウンド始まりました。重い一発を食わないで一気に攻め切ることができるか。中村慎介、またもサイドポジション、いい体勢を取りました。これしっかりと、はい、これタックルのタイミングをつかみましたかね。そうですね、ノルキア選手はやはりもう、なんていうんですか、自分が追い込まれてるのが分かりますから、どうしても相手が大振りになっていくじゃないですか。そこを中村選手はすごく姿勢の低いタックルですよね。頭を下げて、ダーッとまっすぐ入るタックルを振って、待ち当たらないんですよ。ですから、非常に今、中村選手のやることがもう、ズバリと当たってるという感じですね。パリツール戦第2戦ということになるわけです。中村を切り上げるんですね。はい、さあ、ここも腕下の体勢が持っていけるか。顔面にパンチを叩き込みながら腕を狙っていく。セコンドウロコウル、さらにはブライアン・ジョンソンからの指示をしっかりと受けて、ノルキアのこの大きな頭に膝をぶつけていきます。防戦一方のノルキア、中村が大きな大きな白星を手に入れました。プリピアルのアイト、またも膝のチャンスか。さあ、中村が上に立っている膝のチャンス、横章サイドポジションの体勢、今度はマウントに移行するか。先ほどからこの辺になると手を引いてますね。腕を取りに行っている。顔面、顔面から顔面、はい、しかしそこはノルキアもそうはせずと対抗しているわけですよね。ノルキアそうですね。さあ、少しでもパンチをプチでもに当てて膝をぶつけていって皆を奪って最後は完全に決めるか。新日本プロレスの看板を背負いました、ヤングライオン中村慎介。まだ上の体勢守っている。魚もパンチを食らう。一発一発が重いノルキア。腕を夜振り下ろして逆に顔面ガンガン行ってもいいと思うんですけどね。助けていきます。中村慎介、大晦日命祭りではダニエル・グレイシーに赤敗。マウスピースは外れたようです。かなりノルキア選手口が出血しますね。相当嫌がってますよ、ね。さあ、ここで一気に決めることができるか。ドンとムーブがかかりました。同じ体勢でリング中央で始まります。さあ、リング中央での再開。中村有利、サイドポジションの体勢、もうすでにかなり出血を見せ
しています。ノルキア、ちょっと気持ちが取れ始めてるじゃないですかね。ノルキアですか、表情からそれは伺えますか、はい、あ、マウンドになった、戻りになりました。中村慎介顔面のパンチ、さらには肘も行くか、肘が行った、肘が行くか、ショートレンジが肘、パンチとそして肘のコンビネーション、マウントを取りました。中村慎介勝利、ハイパーノルキアアップしました。いえ、打撃ですね。はい、新日本プロレスの看板